被災疲労旅館旅館。被災疲労は、千葉県泉郡大滝町で、かつて営業していた旅館。漫画家の白土三平や杖義春らが滞在した、ことで知られる。泉川のほとりにある、大きな木造の2階建ての建物で、現在は廃業して、旅館として使われていた建物は2019年12月に、取り壊されている。すぐ向かって、左側にはバス会社の車庫がある。 道を挟んで食堂がある他は目立つものもなく、辺りは泉川を中心に郊外ののどかな光景が広がる。白土三平が城宿にしていたことで知られるが、特に白土に誘われ宿泊した杉義春と関係深い宿である。杉が宿泊したのは2階の一番奥の六畳まである。大広間の横には大きな柱時計がかかっていたが、これは後に杉義春によって、 初竹狩りに描かれることになる。公共交通機関西部田村入り口バス停、久江広お旅館は、杉義春の数少ない作品の中でも多くの作品を生むきっかけとなった旅館である。1965年9月末頃、漫画家の杉義春が、白土三平と共にこの旅館に滞在した。当時の白土は、週刊少年マガジンに連載していた、渡りの小回りを手がけており、 ここでの出来事や空想がヒントとなって生まれたのが以下の告げの作品群である。関連作品以上の作品の中での特に告げの作風を大きく転換させるきっかけとなった作品である。沼に登場する少女のモデルとなったのがこの旅館の当時17から18歳の娘であった。美人でありながら千葉の方言を臆することなく口にする。この少女に告げは奇妙な違和感と エロティックな感覚を持ったと10回する。またすぐ脇を流れる泉川のよどんだ感じが、沼のイメージを呼び起こしたとも言われている。メルヘンティックな商品、初竹狩りは、旅館の母屋の大広間の横に置かれていた大きな柱時計がヒントになって生まれた。主人公の少年、翔太が翌日の初竹狩りに興奮して眠れず、いつしか柱時計の振り子の下に入って寝てしまうという。 話である。実際は子供が入り込めるほどの大きさではなかったが、次の環境を喚起したらしい。また、作中でバックの黒い山の中に一部だけ雨が降っているように見える印象的なコマがあるが、この旅館の窓から見た天気雨みたいに火が差していた光景がヒントになっている。また、実際に白土と初竹狩りに出かけたものの収穫はなかったらしい。 現在の大滝病院その2年後の1967年4月には友人と再び訪れ臨室に泊まっていたバスガイドの発した言葉、えい、腹が立つ、突っ張るがヒントになり代表作である赤い花の中で菊池さよ子のセリフとして利用した。また、告げが土寺を着て寝ようとしたところ前日の宿の少女が土寺を着て寝ると切ないと言ったが、これをモッキリ屋の少女にて、 少女のセリフに利用した。なお、実在の地名や、精神科病院をモチーフにした、作品、西部田村事件の舞台となった、西部田村は、被災疲労旅館から南方に、徒歩20から30分であり、未だに、のどかな田園地帯の面向きである。作中では、いす川沿いの小さな療養所として描かれている、精神科病院は、今は、 大滝病院という近代的な鉄筋コンクリートの新しい病院となっている。また、脱走した患者が、いすみ川で足をはめて抜けなくなった、杭を打ち込んだ場所であるかニ取り橋の席も近くに存在する。実際には、杭穴に足を落としたのは、釣りをしていた白土であるという。大滝の町の中心部には、大滝城があるほか、近年は、周辺の古い町並みなどを整備し、 ちぐるみで観光に力を入れている。ありがとうございます。